海のミルクといえば牡蠣、森のバターといえばアボカド、そして畑の肉といえばそう豊受けの大豆。大豆万歳。豊受けの大豆は固定種、自家採取の種を使用しています。輸入大豆ではありません。90何パーセントが海外から来てる、そういうものが遺伝子組み換えかもしれない。そう思うとね、私は日本でこのソウルフードの大豆を作りたいと思って今日ここまでやってきました。豊受けの大豆は本当に遺伝子組み換えではありません。安心してください。大豆はタンパク質豊富なだけでなく、日本のスーパーフードとしてあらゆる栄養素を備えています。特に大豆イソフラボンはエストロゲンに似た働きをし、女性の美しさや若々しさを手助けしてくれます。さらに大豆は多種多様な姿で私たちの食卓を豊かにしています。日本豊受け自然農では生命力の高い大豆を使ってさまざまな製品を作りました。黒大豆味噌、宇野花おから、おでんか豆腐、豆乳、煮豆、木揚げ醤油、豆乳チーズ、野菜と大豆のカレー、トヨキングルト、人参と豆乳のスープ、畑のカップケーキ、サンキューごぼう、大豆と関係なかった。自家採取無農薬の大豆であなたの体を作りましょう。畑の筋肉、上腕二頭筋が厚揚げ豆腐。筋肉は一日にしてならず、食べ続けるなら豊受け大豆。豊受けモールで検索。